突然フェアリーテールが解散した。夏も勝手に修行の旅でどこかに行っちゃうし、私はしばらく現実を受け止めることができなかった。あれから1年、ギルドの仲間はそれぞれの道を歩き始めていた。私も週刊ソーサラーの編集学校の習いとして働いている。でもフェアリーテールを忘れることなんてできなかった。だから記者になったんだ。バラバラになったみんなの情報をできるだけ集めた。この1年ずっとみんなを探してた。もう一度集まるために。今日は大魔党演舞。当然フェアリーテールは参加してない。優勝者も八百長で決まりそうだった。でもそこで誰も予想できない番狂わせが起こる。新たな挑戦者の出現。その熱量は凄まじく、服だけじゃなく会場も溶けてしまいそうなほどで。何なのこの熱。熱？久しぶりだな、ルーシー。元気？この時、私の中で声がした。フェアリーテールはまだ亡くなってなんかいないって。よく釈放されたわね。ルーシー、お前一人で見物してたのか。フェアリーテールは参加してないの？そっか、知らなかったんだね。フェアリーテールが解散？なんで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 ？あんたたちが出て行った次の日。なんで解散したんだ？それが私にも全然わからなくて。じっちゃんはどこにいるんだ？ぶん殴る。いや、髪をむしってやる。おひげは残してあげて。マスターは行方不明なの。他のみんなは？エルゾは？グレイは？それにみんなそれぞれの道を進んでる。信じられねえ。みんなギルドがなくなって平気なのかよ。どうだろう。だってそうだろう。じっちゃんが解散って言っても反対すればよかったんだ。ラクサスあたりが次のマスターやればよかったのに。夏にそんなこと言う資格あるのかな。ああ、夏だってギルドのことなんて考えてなかったじゃない。誰にも相談しないで勝手に旅に出ちゃうなんて。ごめん、夏とハッピーにもいろいろ考えがあってのことだ。きっとマスターや他のみんなもそうなんだろうな。おお、ここがルーシーの家か。クロッカイスに住んでるんだね。こっちの方が職場に近いからね。どうせ泊まるとこないんでしょ。うちに泊めてあげる。おお、神こいとルーシー。絶対に物壊さないでよ。それと私の寝室には入らないでね。ハッピー。はい。ギルドなくなっちまったのか。信じられないね。よし、寝てるルーシーの顔に落書きしに行こう。ペンの準備は完了であります。寝てる寝てる。ナッツ、起こさないようにね。なんだこれ。みんなの居場所すごく細かくメモしてあるよ。目撃情報とか日付とか。
隊がいるのよ。もう嗅ぎつけてきたのか。はい、あんたらの仕業。出たぞ、あいつが犯人だ。なんで私まで。何したのよ夏。フェアリーテイル復活の呪しを上げてきた。目立つとこにド派手にな。大丈夫、炎はすぐに消える炎だから。そういう問題じゃないでしょ。フェアリーテイル復活って言ってもできるって信じてるんだろ。みんなを集めてギルドを復活させるんだ。来いよ。行くぞ。まずはここから南東に行くとマーガレットの町に着くわ。そこはラミアスケールのある町なのね。リオンとジュラのとこか。腕試しにはちょうどいいな。うん、そのラミアスケールにね、誰がいると思う？何やってんだあいつ。ウェンディ以外にも他のギルドに入ってる人はいるわよ。だって仕事は必要でしょ。そうじゃなくて、なんでステージの上でフォエバーしてんだよ。ああ、これね、ラミアスケール感謝祭。マグノリアの収穫祭みたいなものでね、町の人々とギルドの一体感を高めるお祭りなの。ウェンディを正しい道に連れ戻すぞ。間違ってるわけじゃないでしょ。あれ、そういえばシャルルは？そろそろ来る頃だと思ったわ。ナツ、ルーシー、そしてオスネコ。あら、ごめんなさい。ハッピー。しません。すごく可愛かったよ。いや、愛されてるね、ウェンディ。ウェンディ、客だぞ。ナツさん、ルーシーさん、ハッピーも。ちょっと背伸びたか。いえ、全然変わってないです。そっか、じゃあ連れて帰るんで。おい、復活ですか。皆さんをもう一度集めて。うん、この1年マスターも行方不明。きっと解散の謎に関係してると思うの。マクロフ氏のことは評議員でも問題になってるらしい。評議員、嫌な響きだ。なくなっちゃったんじゃないの。そっか、あんたたちずっと山ごもりしてたから知らないのね。1年前、聖天大魔道が集まり評議員を再結成したんだ。ジュラさん、聖天の魔道士が評議員か。強そうだな。じゃあマスターも。そのはずだったんだけど、行方をくらましちゃって。逃げたんじゃねえのか。面倒そうだし、とりあえずじっちゃんは置いといて俺たちと来いよ、ウェンディ。私はラミアスケールの魔導士です。ナツさんたちとは一緒に行けません。ウェンディ、すみません。俺たちに遠慮することないぞ。この時が来るのは分かってた。どういうことだよウェンディ。ウェンディが決めたことよ。無理強いはやめてくれる。シャルル、なんで人間なんだろう。なんで人間なんだ。なんで人間なんだ。これ変身魔法よ、覚えたの。この姿ちょっとだけ魔力が上がって予知魔法の力が強くなるの。どうかしらハッピー。オイラだけ一瞬。
してお釈迦に直し少し我慢できるようになったよ。何の修行してたのよ。ねえウェンディ、昼間のこと。うん、私はどこにも行かないよ。シェリーさんが結婚して出て行っちゃったもんね。私まで出て行っちゃったらシェリーは一人になっちゃうし。一人じゃないよ。は？私にはラミアスケールのみんながいる。愛するギルドの仲間が道場で一緒にいてもらうなんて友達じゃないと思うな。ギルドの方、民を避難させろ。何の騒ぎだ。見ての通り、モンスターの群れが突然町に押し寄せて。魔導士ギルド、オロチノフィン。何年も前からずっと犬猿の中のギルドよ。モンスターを使って襲ってくるなんて落ちたね、オロチも。きっとジュラさんがいなくなるのを見計らって。感謝祭で油断してるとこを疲れたわね。おのれ、このままでは町が壊滅する。そこを叩きたいが、あの数では近づけない。ソラなら飛びまーす。手を貸してくれるのか。おうよ、燃えてきた。行くぞハッピー。アイサー、ごめんね、ナツ。シェリア、お願いハッピー、このまま。私たちでラミアスケールを救うんだよ。うん。ハッピーが誘拐された。すごいモンスターの数。これが全部マーガレットに。町の防衛はリオンたちに任せよう。ナツさんたちもいるしね。私たちはオロチの本体、魔物使いを叩くわよ。ごめんねハッピー。ううん、シェリアは軽いよルーシーより。そうじゃなくて、私どうしても自分の力で町を守りたい。メンディ、うん、よし。行きましょう。
HP を取り戻す。よっしゃ、いっちょ行くか。カリューのゴール。もう終わりか。暴れたんねえぞ。もう夏ったら勝手に行っちゃうなんて。ルーシー、力を貸してくれ。町に侵入したモンスターを倒さねばならん。うん、任せて。私だってこの1年で強くなったんだから。行くぞ。そうだ、すごいな。見つけたぞ。よくもハッピーを盗んだな。ごめんなさい。ナツ、今はそれどころじゃないの。話は後だ。まずこいつらをぶっ飛ばす。モンスターは全部倒したようだな。リオン、それにルーシー、オロチノフィンは降参したわ。ナツのお手柄ね。これで終わり。暴れたりね。十分暴れたよ、ナイツ。ダメだったな。何が？ウェンディの前で私は一人でも大丈夫って見せたくても、夏にめちゃくちゃにされちゃった。
夏さんだからね。ウェンディは夏と一緒にいなきゃダメだよ。え？愛してるでしょ。え？そんな、私は。そういうのじゃないと思う。憧れとかお兄ちゃんみたいな。それも愛だよ。行かなきゃ後悔するよ。ウェンディを愛してるから、フェアリーテイルを愛してるからここまで来たんだよ。私、素直になってウェンディ。ギルドが違っても私たちはずっと友達。シェリア、友達だよ。長い間お世話になりました。元気でな、ウェンディ。私も一応礼くらいは言っとくわ。本当に、なんて言ったらいいのか。私、元からそういう約束でうちに入ったんだろ。そうだったのか。フェアリーテイルが復活するまでお世話になるってね。ウェンディもシャルルもフェアリーテイルのこと忘れたわけじゃないんだ。ウェンディは泣き虫だな。待って、フェアリーテイルの復活頑張れよ。グレイによろしくな。そういえば足取りが分からなくなってるのよね。元気でね、ウェンディ。シェリアも。もう泣いていいぞ。泣かない。私もフェアリーテイルが復活してほしいから。ラミアスケールを後にした私たちはアメフラシの村でジュビアと出会った。そこでグレイがゼレフを崇拝するアバタールに属していることを知る。グレイはフェアリーテイルを忘れ END を倒すことに執念を燃やしていると思ってたけれど、そんなことは一切なく、アバタールを壊滅させるために潜入捜査をしていたんだ。そしてグレイはエルザと連携し、ついにアバタールの真の目的を突き止める。ゼレフの権限、刀身、戦つなぎを召喚し、信者の魂を捧げることでゼレフを呼び出そうとしていたんだ。さて次は、なんだって？行くぞ。